人気は8番の加賀谷武明、そして7番の山田、6番の佐藤麻也というところが人気対抗格となりました。10秒前です。9レースの発走でございます。ブルーランプが消えます。スタートまで3秒前、一つ目準決勝第9レーススタートしました。最終半のスタート争いになりますが、佐藤麻也好スタートを切りました。中山徹は遅れを取った。5番の浅香が抑えるか、いやいや佐藤麻也が速攻戦で4番手で上がっています。7番の山田がその内を狙いますがどうか。入った入った、佐藤麻也のインコースをわずかな隙間を見逃しませんでした。競争は2周回で先頭は篠崎、2番手には古木の体勢だ。やや膨らんだ古木、差し返そうとしている1番の清水。このインコースをめがけるのは山田達也。3コーナーでは山田が3番手に上がっています。さらにはまくってくるのは佐藤麻也。金谷は現在6番手あたり。競争は残り4周回、先頭は篠崎、2番手は古木。一旦6番手あたりまで上がった金谷は再度8番手に交代しております。さあ2番手に攻め上がる山田、この3コーナーでは古木を捉えました。逃げるのは篠崎、追って2番手が山田達也。山田が早めの仕掛け、残りは3周回であります。篠崎が先頭だ。そして山田達也、さらには3番の古木が続いておりますが、ここで山田が篠崎を捉えて3コーナー先頭に上がりました。山田達也が先頭に立っています。3番手に古木、そして6番の佐藤麻也が続いております。残りは2周回、今日は加賀谷が精彩を欠いている。まだ後方集団ようやく6番手あたり、2番手は篠崎実、そして佐藤麻也が今3番手の位置。後方から追い込んでくるのは4番中山徹であります。4コーナーを立ち上がりまして、残り1周のブルーフラッグ、先頭は山田、2番手篠崎実、佐藤麻也が、さあ2番手争い並んでくるか。篠崎が抑える、相当から佐藤麻也、さあ体を並べる、サイドバイサイド突っ張るようにして篠崎実、そして中山も来ております。先頭は山田、2番手争いはどうか。1つ目の準決勝第9レース、7番の山田会心の勝利。若い友和が人気、試走タイムが3秒27、ここ最近の中では一番のタイム。そして好調続く柴山信之が人気対抗格筆頭です。10レースの発走でございます。ブルーランプが消えます。スタートまで3秒前、2つ目準決勝第10レーススタートしました。最終半のスタート争いはセンターから6番内山、インコースから竹谷をまくって6番の内山、さらには若い友和も好ポジション、佐藤裕二は意外にも最後尾からの競争になりました。先頭木村義則、2番手には柴山がつけ、その後ろ感覚相手早船辰巳が続いております。さあこの4コーナーでは早くも柴山が動いた。先頭の木村を捉えて柴山が先頭に立っています。柴山信之がレースを牽引する立場になりました。そして3番手道中逆転から辰巳が早船を捉えています。さあ若い友和、この3コーナーでは早船、さらには6番の内山をさばいて4番手あたりまで上がってきています。残りは4周回、柴山のペースであります。2番手木村義則、この木村に接近するのは辰巳、辰巳が仕掛けの体勢から2番手を狙いまして、この3コーナーイン潜り込んでまいりました。優勝戦圏内に上がった辰巳でありますが、若井も来ております。内山も上がってくる。残りは3周回、柴山が先頭であります。そして辰巳が柴山との距離感を縮めにかかっています。かなり足色は良さそう。そして3番手が若井友和、4番手は6番内山高秀。さあ4コーナーでは先頭の柴山に追いついた辰巳、さらには若井も来ている。残りは2周回終盤戦、若井が潜り込もうとしていますが辰巳が不倒している。2番手は辰巳、先頭は柴山、2番手が辰巳、3番手が8番若井友和という体勢で残りは1周半であります。さあ若井間に合うのかどうか。先頭争いは柴山がブロックするのか、辰巳が捕まえるか。さあ残り1周回、辰巳が刺した、さらには3番手から感激をつこうとしている若井友和、柴山のインコースを潜り込もうとしている。最後のコーナーでは柴山をギリギリ捉えた若井友和、先頭は辰巳、2番手若井、柴山3番手、内山4番手、辰巳が制しました。ここは辰巳勇気が制しました。
思想は余裕を持った3秒29でした。小林一番人気です。スタートまで10秒前。11レースの発走でございます。ブルーランプが消えます。スタートまで3秒前。第11レース準決勝スタートしました。最重半から小林瑞希はすごいスタートタイミングだった。一気に飛び出していくのか。岩田と並ぶ格好の小林瑞希が岩田の前に上がろうとしています。ものすごい勢い。1周3コーナー福田雄二の前まで上がりました。目の覚める速攻戦で小林が3番手に上がっています。先頭は石井大志、君山雄二が2番手の位置、小林瑞希、岩田幸雄が続いています。その後方には福田雄二、さらには小原、中山光、最後方が黒川京介。さあ3秒28の中山もこの3コーナーでは順調な動き、5番手あたりまで上がっています。逃げるのは石井大志、2番手が君山雄二、残りは4周回です。1番の石井大志が逃げています。2番手は2番の君山雄二、そして3番手には8番小林瑞希。先頭2番手の距離が縮まってきています。その差はわずかに1写真ぐらい。1番の石井大志が先頭。ここでやや立ち上がりタイヤが滑った君山雄二。8番の小林瑞希がこの前の2人に完全に追いついた格好であります。おお、ここで切り返しの体勢から君山雄二が石井大志を捉えました。君山雄二が先頭に立っています。3番手で待っている小林瑞希が2台まとめていっぺんに行くのか。間を割って2番手に上がりました。残りは2周回。先頭は君山雄二、2番手は小林。さあ2コーナー立ち上がりでトップの君山雄二を追いまして小林、ここで差し切りまして先頭を奪った。さらには5番の岩田幸雄、4番手からどこまで迫るか。3秒28の中山も来ておりますが、もうあと1周しかありません。先頭は小林、2番手は2番の君山雄二、石井大志が続いておりまして、その後ろ岩田少々離され加減で最終コーナーに向かっています。2番手は君山がキープ、石井大志3番手、体勢固まった。今最終4コーナーからホームスレッジへ。先頭小林、今トップでゴールイン。強烈な速攻を浴びせていきました小林瑞希。長井が1番人気、3連勝で優筆なるか。スタートまで10秒前です。12レースの発走でございます。ブルーランプが消えます。3秒前。12レースの準決勝スタートしました。最重半でのスタート争いでありますが、長井は遅れを取りました。長井は最後尾からの競争であります。1番の本田人恵が先頭です。そして藤川、3番手には高橋義弘が続いています。早めに鈴木清が稲川を捉えました。4コーナーの立ち上がり、先頭は本田人恵、2番手藤川の内をついて4番高橋が狙いますが、2番の藤川が振り切るか。少々大回り、さあ高橋にもチャンスがありそうだ。3コーナーに向かいまして振り切っている2番の藤川龍、先頭の本田人恵をどこでさばけるのか。メーサー残り4周回、本田の引っ張りも結構良さそうだ。さあ2番手に高橋が攻め上がろうとしております。藤川龍が上背にかかっています。2番手争い、ここは内側が広がってインコースから4番の高橋が最短距離を通りまして2番手に上がろうとしています。長井はまだ後方集団7番手の位置、残りは3周回。さあここで2番手に上がった高橋、もう一度外から藤川、先頭本田、本田の粘り、2番手4番高橋です。さあ高橋がインコースから潜り込んでまいりました。3コーナーから4コーナー、高橋義弘が先頭に立っています。さらには4番手に平田、後ろから長井も来ております。残りは2周回終盤戦。2番手本田人恵、藤川龍、ここに至近距離に7番の平田正隆であります。さあ平田が内潜り込めるか、藤川龍が抑えにかかっています。2番手争いは接近戦、接近戦。4コーナーを立ち上がりまして滑った藤川、長井が4番手に上がろうとしています。残り1周のブルーフラッグを通過しました。2番手は本田が粘る、7番の平田は3番手。さあ平田が狙えるか、狙えません。最終コーナーに向かっています。長井はまだ5番手の位置、最後のコーナーでさあ切り返して平田が2番手になろうとしているが届かないか。勝ったのは高橋。
高橋義弘が制しました。思想タイム1番時計の小林瑞希、ここは1番人気、ただ優勝戦は人気が分散しました。の発想でございます。5秒を切ります。3秒前、12レース優勝戦スタートしました。1番の本田、スタートはまずまず。そして10メートル線は幕張、20メートル線辰巳が行った。5番の高橋遅れを取りました。最終ハンデからは山田、おっと8番の小林瑞希が立ち上がり一滑りがありました。先頭は1番本田一重、早め2番手に篠崎が上がっています。君和田3番手の位置、4コーナーを立ち上がりまして、レーサー2周回目、あっという間に篠崎が捉えるのか。本田の内側差し込んでまいりました。百戦錬磨のハンドルワークで先頭に駆け上がりました。篠崎みのるが先頭だ。2番手は本田、3番手が辰巳、4番手は2番の君和田裕二、その後ろ追ってくる選手はいるのか。追える気配はありません。残り4周回、先頭気持ちよさそうにトップ快走であります。篠崎みのるが先頭だ。つい先日1500勝を達成したばかり、勢いはとどまることを知りません。2番手1番本田、3番手が辰巳、さあ辰巳が本田を指して2番手に上がるか。残りは3周回、前後半の折り返し地点であります。篠崎みのるが颯爽と先頭を駆け抜けています。2番手からじわっと4番辰巳が迫って、さらには6番の山田達也3番手、さあ前の3選手だいぶ間隔が縮まってまいりました。篠崎みのるが先頭だ。残り2周回、情熱のフルスロットル、篠崎みのるが先頭だ。辰巳、さらには山田が続いておりまして、さあ先頭争い三つどもえ戦、わずかに篠崎先頭だ。2番手が辰巳、3番手が山田の並び、3選手が固まった固まった。4コーナーを立ち上がりまして、残り1周のブルーフラッグ、さあどうか。2番手は辰巳がこらえる、辰巳がこらえる、先頭は篠崎みのる、御年73歳10ヶ月、オートレース界の最年長のみならず、あのボートレースの加藤俊二さんの年齢を超え、公営競技史上最高年齢での優勝を記録、篠崎みのる。人生100年時代の象徴、篠崎みのる、勝利への情熱は一切色褪せることを知りません。短式3番4番6番14万5810円、272番人気。3連勝複式3と4と6の組み合わせ。注目の結果は、優勝おめでとうございます。ありがとうございます。いや、やりましたね、はい、やりましたね、やりました、やっちゃいました。皆さんの声援受けていかがですか。え、皆さんの声援受けていかがですか。いや、もうこれ以上のもんないです。ありがとうございます。はい、伊勢崎の鈴木誠一選手の68歳9ヶ月4日を大幅に更新しまして、73歳10ヶ月29日で最年長優勝を記録いたしました。ありがとうございます。ありがとうございます。またそれに加えてですね、あの公営競技史上最年長優勝を記録されましたボートレースの加藤俊二選手の71歳2ヶ月13歳を更新しております。いかがですか、はい、いかがですか。ありがとうございます。はい、まあ、このような記録もかかってたということで、はい、レースこのような記録もかかってたということで、レース前ってどのようなお気持ちでしたか。やっぱり毎回僕の場合はドキドキしたんですよ。気が弱いもんだから。すいません。もうドキドキだね。
心臓飛び出そうですよ。でもそれ気持ちを強く持って挑まれたわけですよね。はい。もうそれがなくなったらもうやめようと思ってます。はい、はい、まず試走が 3.52 でしたけれども、はい、手応えはありましたか。7レースが終わった時にちょっとタイヤの練習行ったんですよ。その時にちょっと走路の感じ掴んでおいて、まあこれだなって思ったんですよ。それでちょっとヒントもらってそれでレース行きました。じゃあもう結構自分の中ではやりきったエンジン状態でありましたか。そうですね、今日は自分でもうこれでもう精一杯だなと思って、ところで行ったら思想が良かったんであれと思っちゃいましたね。逆にねいいのかなと思っちゃったのね。レース振り返っていきたいと思います。スタートをご自身の中でいかがでしたか。スタート、うん、失敗しました。前が持ち上がっちゃったもんね。はい、おかげさまで。嬉しいです。そこからの展開がまた凄ましかったですよね。はい、凄ましかったです。本田選手を2周目1コーナーでさばきました。はい、まあ、その時どのようなお気持ちでしたか。いや別になんてことないですよ。普通にもうとにかく一着じゃないと意味がないから、もうとにかく一着目指して一生懸命だから、その後先頭に立たれて後ろに辰巳選手とあと山田選手もいらっしゃいましたけど、はい、見えてはいたんですかね。もう気になってしょうがなかったですよ。焦りとかはありましたか。焦りずっと焦ってますよ。それで あと2週前の時にちょっと狭まったんですよね。それでもうこれやばいなと思ったんだけど、もう最後の一周でちょっと離れて気がしたんですよ。でその時にあれいけるのかななんて思っちゃっていけちゃいました。ゴールした瞬間っていうのはどうでしたか、気持ちは。いや初めての、ね、あれ経験ですからもうこの上ないでしょうね。もう最高のね、ほっとしました。そしてウィーニングランでガッツポーズも見られましたね。いかがでしたか、ウィニングラン。いやもうお客さんがもう応援してくれて喜んでくれて、もう自分としては最高です。1500勝、そして公営競技の最年長を更新しましたけれども、次はどうします。もう今何しようかと考えてるんですよ。じゃあ皆さん楽しみですね。いやそれは無理ですね。まあだから少しでも後ろのハンデから勝てるようにしたいですよね。はい、そして次節は1月25日から伊勢崎で行われる G2 レジェンドカップとなっていますけれども、はい、はい、皆さん楽しみにされていますが、メッセージをお願いいたします。はい、まあ多分ハンデ10上がっちゃうと思うんだけども、それでもまあできる限り頑張りますので応援の方よろしくお願いいたします。見事優勝されました篠崎実選手でした。改めておめでとうございます。